ーはい、<laughs> ちょっとね、あの、朝起きて、一撮りなんで、ちょっと、エンジンが全然入ってないですけど <laughs>、まあ。今日で終了ですね。はい。で、今回はですね、あ、そのゴールデンウィークキャンペーンね、そう今日で終了なんですよ。で、1講義48円だったか。どうすか ?1 講義48円。 で、今回あの、一話目でも言ったと思うんですけど、最後なんで、その、パク、パクるなんちゃらにしようかな。まあ、簡単に稼ぐとか、パクる、どうしようかな。まあ、キーワード考えておきます。まあ、とにかく、まあ、今回の商品は、あの、強みはね、今回の商品の u s p ほぼパクっていいですよと。<laughs> もはやもう、コピペでもいいよっていう話をしてるんですけど。ただ、その、僕の商品をね、 そのまま、あなたが商品、販売したらね。ま、あそれでもいいんですよ。全然。あの、商品作るのめんどくさいんだったら、僕の商品を売っても、自分の価格つけて売ってもらってもいいですけど、そうすると僕の宣伝になっちゃうんで、ね。あなたが商品売る。だけど商品を買ったお客さんは僕を見るって話じゃないですか。なので、ま、あ僕にちょっと流れる可能性あるよっていうところで、<laughs> ま、あそれでもいいんだったら別に僕のそのまま売ってもらってもいいですけどね。でもそれはあんまおすすめしないです。 はい、僕の宣伝になるので、はいまあ。ビジネスライクで言うならば、もうどんどんやってくれた話なんですよ。僕の宣伝してくれるんだったら。どうぞどうぞしてくれと。まあ、目先の売り上げにはなりますよ。目先の売り上げになるけど、中長期考えると僕の宣伝になるので。だから正しいパクリ方っていうのは、僕の商品。特に今回はハイブリッドです。えー、なんだホワイトボード版もあるし、 えー、スライドショバンもあるので、まあ、スライドショバンだったらもうそのまま、いちご一句ね、パクってもいいわけですよ。で僕は許可してますので、いちご一句ですよ。で、今、あの、Google Chrome とかで、AI とかの、その、動画の、その、読み上げ、えー、拡張機能みたいなのもあるんですよ。まあ、それ調べていただけば、な何個がいっぱいあると思うんで。その、その拡張機能入れるとね、あの、その、動画の、あれをね、 文字起こししてくれるみたいな便利なアドオンもありますんで、拡張機能みたいなね。だからそうするとね、もうその、まあちょっと、なんだ、修正は必要かもしれないですけど。うん。まあ、ホワイトボード版のやつも、読み、あの、なんだ、その、になあ,あれですよ。文字起こしして,してもらって、コピペして、それをスライドにまとめるとかね。 まあ僕みたいにホワイトボードで講義してっていう人は少ないと思うので、大体まあプレゼン資料かなと。まあ顔も出したくないですよね。どうですか顔出したいですか。多分顔出したくないと思うんで、まあスライド動画作ればいいじゃないですか。うん、プレゼン資料ですよね。で、このプレゼン資料って僕思うんですけど、まあその業種にもよりますよ。業種にもね。だけど仕事でも使えると思うんですよね、プレゼン資料。まあまあまあ、仕事によってはね、全然プレゼンしないっていう。 会社もあ,りあるだろうし自分がプレゼンするっていう立ち位置でもなかったらあれだかもしれないですけど、うん。で、まあ僕は Mac のキーノートを使ってるんですけど Mac ってねあの無料でそのキーノートついてるのでまあその Mac じゃない場合は Google スライドとかありますし、うんまあ、Windows の Office 入ってるんだったらオフィスのパワーポイントですよね昔からパ,パワー e r p ですよね。それでやっていただいてもいいだろうし。 うん、あの今後その有料コンテンツを作っていく上でまあそのコンテンツを作らないでいないわけじゃないですかじゃあコンテンツをどう作るって話なんですよでこのコンテンツビジネスっていうのはもうねよ3つし大体3つしかないです動画コンテンツと音声コンテンツと PDFPDF、まあ、っていうとあれかもしれないですけど文字コンテンツですね文字コンテンツでそれをまとめたのが大体 PDF になるんですけど うん、あとは、有料メルマガとかね。まあ、文字ですよね。まあ、堀江さんも有料メルマガってずっと昔からやってますけども。でこの3つしかないですよ、大体。うん。この3つしか。<laughs> 動画コンテンツ、音声コンテンツ、文字コンテンツですね。これしかないです。で、文字をまとめるのが、まあ、昔からありますけど、PDF っていうね。で、提供するっていう、レポートですよね。うん。 で、一番その高単価で売りやすい商品として売りやすいコンテンツとしては、動画コンテンツがいいと思います。PDF、例えば PDF な資料だけでですよ。イメージしてほしいんですけど、例えば塾に入りました。塾に入ったんだけど、PDF な資料が、ああ、しかないと。そうするとしんどくないですか。だか例えばその、なんだ、東進ハイスクールとか、今その、ウェブでもね、その、なんだ、 学べますよっていう塾、普通の塾ですよね。勉強の塾あるじゃないですか。まあ僕はネットビジネスの塾やってますけども、まあ一般的にその大学入るとか、高校入試とかね。で、それの今あ、オンラインで受けられるみたいなやつあるじゃないですか。それな何で提供してます ?PDF ですか文字ですか違いますよね。まあ映像コンテンツ多いですよねって話で。で、その一般的に入試、えー、高校とか大学の入試に関しても、 まあそのコースによって変わると思いますけどまあ20万とか30万とかは50万とかあるでしょうねまあちょっと見てないんでわかんないですけどまあそれがなんか5000円とかなくないですかまあそのサブスクだったらあるかもしれないですけどねただ塾の講義もまあまあその高いと思うんですようんどうですかねまあ僕は勉強しそういうそういうところには勉強してこなかったのあれなんですけど 一年間通ったらね。まあ昔はリ、そういうウェブがなかったから、通うしかなかったからね。だら月謝3万とかで一年通ったら30万ですよね。どうすか。まあベターじゃないですか。で、それのウェブ版みたいな話です。じゃあウェブで何提供するかっていうと、オンラインコンテンツで動画コンテンツなのか、あと最近だとね、あの、確かライブでやったりとかね。だからそのリアルもやってるんだけど、そのリアルのやつもライブで放送するとか。まあそういうのやってます。 なんで、高単価の商品だったら、あ絶対動画コンテンツの方が僕はいいと思いますし、僕自身も塾のコンテンツ、どうやって提供してるかっていうと動画コンテンツなんですよ。うん、で、動画コンテンツの方が情報量も多いし、分かりやすく伝えられるっていうところがあるので、うん、まあ昔はね、PDF しかなかったんでね、あれなんですけど。うん、まああとはね、学習スタイルによって僕も最近とか去年か一昨年ぐらいから音声コンテンツを作り始めたんですけど、 その音声コンテンツの R の思考っていうプログラムもあるんですよ。音声、音声のみの。で、それはユーザーの学習がしやすいって感じですね、音声コンテンツだと。逆に。えー、なんだろうな、ずっとイヤホン、最近、だから、昔とこれも違って、昔はその、有線しかなかったわけですよ、イヤホンとかもね。うん。だけど、今もう、ほぼ Bluetooth じゃないですか。ね。しかも、その、いいですよね。 だから僕は AirPods2 使ってますけど、いいですよ。<laughs> もう,かもう、何にも縛られず、イヤホンポンって入れるだけでも聞けるっていう。だからずっとながら学習ですよね。だからながら学習する上で、音声コンテンツっていうのはめちゃくちゃいいと思います。で、僕も実際音声コンテンツめちゃめちゃ勉強してますから。うん。いまだにね。そうなが、ながら学習ですよね。掃除をしながらとか。えー 皿洗いしながらとか、洗濯干しながらとかね、風呂掃除しながらとか、そういうながら学習するのにはもう音声コンテンツめちゃめちゃいいです。ただ、音声コンテンツはね、これあの、もう、音声のみなんで、あの、きついっすね。慣れないと。だからちょっと、ちょっとね、音声コンテンツに関しては僕レベル高いと思います。ある程度、だからその、基本ができてないと。 基本ができてないと、初心者の段階で音声コンテンツっていうのは、ちょっとしんどいかなっていう。うん。まあい、いいんですよ。やってもらっても。ただ、じゃあ、音声コン、あとね、音声コンテンツで30万とか40万とか売っていくのは結構しんどいですね。まあ、ナポレオンヒルプログラムって知ってますナポレオンヒルグラムってほぼ音声コンテンツなんですよ。CD。昔ですよ。 今わかんないですけど、昔の CD とカセットテープがこんなアタッシュケースであってほとんど音声コンテンツなんですよ。でそれで100万超えとかねあったんですけどまあ今のナポレオンヒルプラ成功プログラムがどういう形で提供してるかわかんないですけどまあテープはないでしょうねさすがに。さすがに <laughs>。<laughs> でも昔テープと CD 一式でこんなすごいアタッシュケースでバーって詰められてねまあそれ僕勉強しましたけどちょっとねすごいですよ。 うん、でもそれを作るのはちょっと音声だけだときつい。な、だおすすめ、初心者の方におすすめなのはマジでスライドです。スライド。だってスライドで台本を作れるわけじゃないですか。台本見ながら画面キャプチャーで解説できるので、資料を作って解説できるわけですよね。これめちゃめちゃ初心者の人にとっては台本、もう台本読みながら、まあ僕なんかもね、いつも動画撮るときに、これも即興ですけども、 まあ、レックボタンを押してね、ただ、ウェブ、これ、ウェブカメラで今撮ってますけど、ウェブカメラのレックボタンを押して、即興でバーって話すだけなんですよ。これ、初心者の人、これできるかっていうと、まあ、結構しんどいですよ、多分。だけど、画面キャプチャーで、その台本を作って、自分で資料を作って、その台本を見ながら説明していくっていうのはやりやすくないですか。だって、カンニングペーパー見ながら回答していくみたいな話じゃないですか。うん。だから、これが一番僕は初心者の人はおすすめだと思いますね。 うんで僕はただただですよただ僕はなんでじゃあそのホワイトボードの形を取ったのかって話なんですよ僕も初心者だったんですよ、うん、で一番最初はああでもなでもそ僕が表に出てそのホワイトボードまあセミナーを中心にこう始めたんですけどあの これはその、なんだろうな、ちょっとすいません。すげえ簡単って言っときながら、すげえ、すげえ初心者の人にはおすすめで簡単って言っときながら、ちょっとすいませんなんですけど、ちょっとすいませんなんですけど、あの、資料も、僕も一番最初資料作ったりとかやってたんですよ。やってた時もあるんですよ。だけどね、この資料作りって超大変なんですよ。ま、パクれば簡単ですよ。だからパクってださい。今回の商品パクればいいんですよ。一応一句ね。うん。だけど、その、 オリジナルというか、うん、なんかその資料をこう集めて、自分で、今回はコピペでもいいって言ってるわけですから。でも僕の場合は、一応その資料とか調べたりとか、そのネットにある情報とか調べたりとか、あと画像を入れてみたりとかね、そう、画像を探すとかも、結構面倒くさいんですよ。で、その、だから、ステージとしてはまず情報調べですよね。情報収集っていうステあの時間ですよね。で、情報をまとめてスライドにするっていう。 で、今度スライドにした後、エフェクトですよね。どういう風にスライド。まあ、Mac の場合はエフェクトが結構すごいので、エフェクト、ピッてやった時にどういう風にエフェクトかますのかっていうエフェクトのちょっと時間。で、それが全部できたら、今度それを画面キャプチャーで動画を撮るっていう。で、動画を撮って、で、編集して出力。工程がいっぱいあるんですよ。で、それを知ってたんで、ホワイトボードでワンドリだったら、もうそれなんもないんですよ。レックボタンを押して、はい、それでは講義始めます。 で終わりなんですよ。でも難しいですよ。だけど、最終的に僕は時間的自由が欲しかったんで、その編集する作業っていうところに時間をかけたくないなっていうところがあって、僕のライフスタイルは自由なんで、コンセプトはね、自由に生きるっていうコンセプトの中に、編集作業で1日取られるとかね、情報収集で1日取られるとかやりたくないでしょただ僕はね、こう経験があるっていうのが全、土台であるんですよ。 今20年もやってますし。うん。だから経験がない初心者がいきなりそのホワイトボードでいきなりレックボタンを押していきなり喋れるかっていうところが結構しんどいので、だからどっかのフレームでそこは自分の中で線引きした方がいいと思います。うん。ただね、ホワイトボードでやる場合は顔出ししないと結構しんどいか。うーん。だから顔出ししない場合はまあずっとしやっぱ資料は作っていかないといけないですね。でも、まあ、これも資料作りになれれば、まあまあ簡単になっていくので。 で、その、情報調べ、情報をこう、調べるのめんどくせえとか、ああ、なんだろうな、あーまあ、そういういろいろあるんであるならばね、いろいろあるんだったら僕の商品買っていただいて、僕の商品パクっていただいて大丈夫なので、ね、あの、多分販売してる人の中で、全パクリしていいよって言ってる人あんまいないと思うんで、僕ぐらいなんで、その、なんでパクっていいよって僕が言えるのかっていうと、いくらパクられても僕、コンテンツ作れるんですよ、いくらでも。 そもそもライバルでライバルで20年ぐらいネットビジネスやってる人ってほとんどいないんですよ。ほとんど。うん。で、しかもその、まあ、動画の本数を見ていただければわかると思いますけど、3万本ぐらいやってる情報発信してる人、まあ、コンテンツビジネスで稼げるよって言ってる人で、3万本動画をアップロードしてる人います多分いないんですよ。本当に作れるんですね、僕、うん。なんで作れるかっていうと、やっぱこのスタイルだからです。ノー編集だから。 うん、だから僕はもういろいろなことを考えて自分のライフが最終的にもう究極に自由であるためには何を削ら、難しいけど何を削らなきゃいけないのかっていう。だから別に僕は編集するために生きてないんですよ。YouTuber の人とか超大変でやっぱり編集、YouTuber として生きていくために一週間編集作業とかね。一日がかれて編集とか。だから一日が編集で終わっちゃうんですよ。 これ好きだったらいいですよ。編集するの、編集もねも、来ると面白くなったりとかするので、面白いんだったらいいと思うんですよ。だけどね、これね、ルーティーンでやると結構上と重いですよ。うーん、なんだろうなこん、僕のコンセプトは自由なので、その自由っていうコンセプトからかけ離れていくので、どんどん。しかも編集に没頭するともう、とにかく編集ってもうキリがないので、ほんと編集キリないですよ。突き詰めたら終わらないですよ、マジで。 だ僕ね、昔見たのが、その、フィクス、ピクス、ピクサーズだったかなそのピクサーズって 3D のね、トイストリーとか作ってるところだったかなで、その、日本人の人がピクサーズで働いててね、何やってたと思いますまあもう結構十何年前の話ですけど、多分相当前僕見たんですよ。ピクサーズで日本人が働いてると。で、その人が担当してたのが髪の毛なんですよ。3D の髪の毛ね。ですから髪の毛のこの線とか、この動きとか、それを 半年でやるらしいですよ。半年かけてずっと髪の毛みたいな。アニメーションの髪の毛どう動かすかみたいな。髪の毛ですよ。だからその、本当にプロの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 領域、映画をこう出すっていうかね、全世界に映画を出していくっていう、それでしかも 3D 的なね、アニメーションで出していくってなったら、そんなやってんだみたいな。わかりますやばくないですか髪の毛の動き方で半年ぐらい時間かけるんですよ。 まあ、トイストリーとかね、もうアニメーションも命ですからね、3D の、まあに。役者出てないので。だからそれ見て、そういうのを見たときに、あ、それ、すごい、もう、んかなんだろうな、もう切りつ突き詰めたら上が居すぎて、これは、あれだ終わりない、終わりなき戦いだし、それで人生終わっちゃうなと思って。うん。で、特にその、情報ビジネスとかコンテンツビジネスに関しては、 まあ僕のこれ見解ですよ。僕の見解なんですけども、結局何やってるかっていうと、お客さんの悩みを解決するっていうのがまあ基本ベースなんですよ。じゃああなたが編集でね、かっこよくしたりとか、ない,いろいろした結果、かっこいいから、うんお客さん悩みを解決できるかっていうと、まあ、そうじゃないじゃないですか。ど,どうですか じゃ、かっこよく編集したからお客さんの悩みが解決できる。かっこよく編集したから、見せ、あの、きれいにしたからあ、お客さんの結果が出る。どうすか。まあまあ、無理、難しいですよね。うん。まあ、特に僕が扱ってるコンテンツがお金なんですよ。お金、お客さんが抱えてる問題ってお金なんですよ。 お金を増やしたいとか、お金を稼ぎたいっていう悩みを解決したいんですよ。で、そこに対してかっこいい編集をしたとしても、この問題って解決しづらくないですかお客さんの。どうですかかっこいいく、まあ3時間編集しました、4時間編集しましたとかね。<laughs> だけどね、結構ね、これ情報発信あるあるなんですけど、やっぱ自分のエゴというか、自分がどう思われるのかとかね。だから僕ね、ひげズじゃないですか、今。ここ、あの、ニキビ出てね、もうひげ剃れないですよ。なんか、大人の。 吹き出物みたいな。これね、血出ちゃうんで、ずっと今、それないですけど。みんなこんな感じで撮れないですよね。多分、こんなヒゲ面で動画撮る人はやめいないですそれ、だって周り気にしてるからですよね。僕、気にしてないですよ。なんで気にしてないかっていうと、うーん、まずすいませんとひひげ、ひげのおっさんから話聞きたくないんだったら、聞かなきゃいいんじゃないって言ったらそれだけです。だって、聞く聞かないのは、 いやあなたの自由じゃないですか。聞く、聞かないはあなたの自由ですよね。で、選ばれる、選ばれないも、別にその、僕はあ、僕が嫌だと思うんだったら選ばなきゃいいと思ってるんで。わざわざ嫌な動画見る必要なくないですか申しいますね。わざわざ嫌な動画見る必要ないじゃないですか。強制じゃないので。だから全部自由があるんですよ。だから僕はまあ、この、なんだ、気にしないことによってフィルタリングしてる部分もありますね、お客さんを。要は、 ちゃんと話を聞いてくれる人が買ってくれるんだ、結局は。僕がどんな容姿だったとしても、なんだろうな。僕の話を聞いてくれて、で、ファンになってくれて、で、買ってくれる。それなんですよ。僕が別にイケメンでかっこいいから買う人なんか誰もいないですよ。てか、商品買うとき、そう、イケメンだから買うとかありますど、どうですか可愛いから買うとか。この人可愛いいから結構、あの、お金の問題解決してくれるのかなって思う人いいのかな ま、男だったらなんかちょっと違う、なんかそう <laughs>、違う、違う感じで入るかもしれないですけどね。その可愛い人の塾を、なんかお金の授業みたいなね。あるかもしれないですけどね。可愛い子がやってて、なんかいいなと思って。でもそれで30万、40万払うかな僕は払わないですけどね。うん、まあ無料だったらいいけどね。無料だったら見るけど、さ、バックエンド買うかな可愛いだけでバックエンド買いますお金の問題。うん。 お金の高校みたいな。かわいいみたいな。いや、かわいいで買う30万 <laughs>、まあ。もしかわいいで30万のそのお金の学校みたいな売れるんだったらいいですよね。まあ、僕はあんま売りづらいんじゃないかなと思うんですよね。まあその、まあ、商品の,そのなんかこ内容とかがしっかりとね、そ,そ,そこを打ち出してればあ別ですよ。ただそのお金の高校なんだけど、 可愛い,いを100%売り出してて、じゃあ何やってんですかっていう。いや、なんか、話してるんです、みたいな。レクお金の学校では、レクレーションします、みたいなね。サイン会します、みたいな。えみたいな話ですよね。<laughs> うん。だからまあ、コンテンツビジネスっていうのは、お客さんの問題を解決する。 まあ、扱うものにもって変わりますが例えば、ダイエットのコンテンツを扱ってるんだったら、お客さんがダイエットにうまく成功しないっていうことを解決していくとかなんですよね。提案していくってことですよね。で、その提案の仕方が、あ先ほど言った通り、まあ、動画コンテンツか、音声コンテンツか、PDF、これぐらいしかないよって話です。で、どれかやらないといけない。で、一番価値を、高単価で売りやすいのが、やっぱ動画コンテンツ。つまり、動画コンテンツに慣れた方がいいよ。 で、僕みたいに顔出しこんな感じしたくないんだったら、スライド、資料、そのパー、パー、プレゼンテーション資料ですね。それを作れるようになった方がいいよと。で、しかもね、プレゼンテーション資料だったら、まあ僕なんかね、ホワイトボードでその漢字も書けないわけですょ字も汚いしね。でも僕、プレゼンテーション資料は、まあたまに誤字脱字はあるかもしれないですけど、基本的に漢字も書けますよ。まあ、変換してくれるからね。プレゼンテーション資料だったら。だからバカでも、かっこよく、かっこいいっていうか、その、なんかその、変換して、その、 あれですよ見てくれはできるしね。そうでも見てくれはねあんま関係ないっちゃ関係ないですけどね。うん、でもその Mac についてるキーノートはそのスティーブ・ジョブズがプレゼンテーション資料をこうなんか,かっこよく見,見せるっていうのに作ってあるんで結構エフェクトがやっぱいっぱいあるんですよ。だないよりかはあった方がお客さんのワクワクというかねなんかそのあるせっかく機能としてあるので入れた方がいい,いいと思いますけどね。機能としてあるので。うん マック使ってる人はキーノート一択でいいと思いますけどね。もうキーノートあれば稼げます。あと、あとマ,マインドマップか。そう。あとマインドマップでやってる人もいますけどね。だから僕の1億行ったコンサルセンも結構マインドマップ多いですね。だからマインドマップ派も多いですね。だからマイ顔出ししない場合はマインドマップか、まあ、プレゼン資料ですね。うん、もうこの2曲です、大体は。で、これを作れないと有料無理ですよ。 無理ですよ今後、今後コンテンツビジネスやっていくんだったら、これ顔出しせずやっていくんだったら、マインドマップとか、このプレゼン資料作れないとしんどいですよ。で、これを動画化していくってことですね。で、それを、あの、僕の商品今回買うとね、全部丸パクリでいいよって話なんで、<laughs> それだったら作れるじゃないですか。どうですか。これほど簡単な稼ぎ方あんま提案できる人いないですよ。もう一期一句、著作権放棄。 もう全部パクっていいよと。まあ、もはやもう僕のデジタルコンテンツをそのまま売ってもいいよと。ただこれは僕の宣伝になっちゃうからあんまりお勧めしてないけど僕的には嬉しいですけどね逆に。だって宣伝してくれるわけじゃないですか。<laughs> だから本当にあなたの利益にするためにあなたのお客さんにするためにはあなたの発信としてあなたの商品として売るっていうね。あなたがプレゼン資料をパクっていいのでプレゼン資料を作るって話ですよね。 でそうすると自分の商品、自分がこう解説している動画になるわけですから。だらそうやってやってくださいって話ですよ。で、1講義、今回48円で仕入れられますよと。1講義48円で仕入れられるわけですから、あの、ま、利益出せますよ。利益、だって、なんで利益出せるかっていうと、100円で売ればいいじゃないですか。 100円売りやすいですよ、初心者の人は、多分。まあ、マインドブロックもそんなないだろうし、100円だったらね。うん。だからまあ、利益出ますよね。で、100円で10人売ったら1000円だし。だもちろん1000円の値札つけていただいて、まあ、値札は自由ですよ。だ1000円つけるか、3000円つけるか、4000円つけるか、50です。はい。全部パクっていいんですよ。いや、これほど簡単な、 ものないと思うんですけどね。これやんない。正直、これもやらないんだったら、もう稼ぐのは結構しんどいでしょ。うん。多分、これもできない、やらないんだったら、ちょっとしんどいかなと思いますね。うん、一番簡単なんで。だって、何もかん、何も考えないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、もうそっくり、一語一句、パクっていいよって言ってるんで。わかります。考えることがあるとするならば、キーノートとか、 あのキーノートを使うときどういうエフェクト入れようかなとか、あと、なんだ、オフィスのプレゼンのやつもエフェクトあるだろうし、あとスライドのデザインですよね、どうしようかぐらいじゃないですか、あとフォントどうしようかなとか、フォントの大きさどうしようかなぐらいじゃないですか、多分まあ、あとはその動画をすみません、慣れてくださいって話で、画面キャプチャーの動画で喋るのは。 それ慣れないと今後有料の商品作れないし。うんだってその無料の、うん、まあその広告に関してもいろいろありますけど、広告も最近は SNS 広告見てると、まあ、YouTube 広告もそうですけど、全部動画広告ですよ、ほとんど。で、インスタも動画でこう喋ってる動画広告だったりとか、まあ、YouTube なんかほぼ動画広告ですよね。ね。喋ってるじゃないですか。だから有料の広告出す言うても、なんかそのど動画になるわけじゃないですか。<laughs> なんでそこを慣れないんであるならばちょっとしんどいですよね今後集客する上でも動画っていうところにですからうんだからそこはちょっとやっていただくといいと思いますねうんはいということで今日で終わりなのであの今回の商品はですねもうあのパクリやすい商品をご用意してますので両方ねホワイトボード版とスライド版両方ありますので,でしかも46個あります で46個の中で自分がいいなとあこれを学びになったなっていう自分がいいなと思うやつパクればいいじゃないですかでこ四46個もあるわけですから、まあ、まあ全部がいいなと思う人は少ないと思います多分人それぞれ受け取り方価値観が違うからね人それぞれ受け取り方価値観あとステージ勉強しどこまでしてるのかっていうステージによっても変わるので全部が良かったっていうことではないとは思いますけどなんか12個でも3個でも何かあればそれを使えばいいじゃないですか で、しかも自分が良かったなと思うこと、ものだからしょ、作りやすいですよね。うん。で、それ46個ありますよって、今回、ね。はい。ということで、今日で終わりなので、えー、まあ、多分ね、この商品のこのキャンペーンは当分もうやらないと思うので、はい。まあ、今だけですね。当分やらないです。また今後、これ、この、この、って、安いでしょ、どう考えても。そう、僕、僕の人数だと安売りしても、大した売り上げ上がらないんで。 売上げ上がんないけどやります。はい、売上げ上がんなくてもやりますけども、キャンペーンはね。まあ人数が多ければそのキャンペーンだけで売上げ上がるんだけど。だか,だから今年から僕はその安い商品とか、このキャンペーンとかやる、なんかまあフロント商品って言われるやつなんですけど、まあその後必ずなんか裏側でオファーもしてますから。これ単体だと売上げがそんな上がんないので、あのバックエンドもなんかつけてます。 だから今回の商品もバックエンドありますよ。うん。まあ買った人しかわかんないですけど、だから買った購入者限定のオファー用意してますので、まあそれは興味ある人はね、お申し込みいただければいいんじゃないかなと思います。ただ、バックエンドの内容も今回は非常にいいと思いますけどね。うん、特に今回の商品を買う人向けのバックエンドなんて、いろいろ考えたんですけど、この商品を買う人向けのバックエンドです。逆に。逆にというかもう、うん、もう、そんな感じです。 この商品がいいなと思う人用向けのバックエンドです。普通のバックエンドじゃなくて、これを買う、これを買うあなたはこれいいよっていう、これに目、これに飛びつくあなたはもうこれだろうっていうね、そういうバックエンド作ってますので、これ多分ね、今まで出したことがないバックエンドですね。うん。はい。まあ、ということで今日で終わりですけど、興味ある方は。 あ22時が最終ですからね22時のメルマガが最終なのでまだ裏メルマガ登録してないよっていう方はね登録しといてくださいでは